踏んだんだ。そしたら近くの古丹でお前らの話を聞いてな。それよりよ、杉本お前、ちょっと見ない間に急にいい男になったな。よせやい。かわいい。かわいい。かわいい。キロちゃんも前よりいい体になってねえか。そうか。どうだ谷垣。何なのだこの感情、抑えきれない。こんな気持ち初めてだ。どうやって発散させりゃいいんだ。ダメだ、俺もう我慢できねえ。相撲しようぜ。なるほど、そうか。どっかへ飛んでたみたい。うん、そうだね。なんか盛り上がっちゃったな。誰にも言うなよ。うん。この肉は食べると欲情すると信じられてます。ラッコがつがいの片方を失うと行き場のない欲情で死んでしまうほどだそうです。待て、どうしたんだ急に。谷垣西葉はラッコの肉を食べたせいにしていいです。